川島町は埼玉県の中部に位置し、比企群に属する町。人口は約2万人。町内は荒川や荒川系河川の流域で荒川定地となっており、立地を生かした農業が盛んで、田園地帯が広がっている。旧街道沿いの国道254号旧道沿いを中心に住宅が多くなっているほか、近年では、 隣接自治体の川越駅や若葉駅などをもよりとする新興住宅団地や工場も開発されている。川島町旧庁舎2016年時点、川島町では隣接する川越市との合併の計画が持ち上がっている。産業の中心は農業であるが、首都圏中央連絡自動車道のインターチェンジが開通し、企業誘致が進んだ。 県の施設川島消防署市外局番は町内全域が049市内局番が 2xx の地域との通話は市内通話料金で利用可能収容局は川越川島局のみ郵便番号は町内全域が350から 01xx であるまた町内には以下の郵便局が所在する町内を運行する 鉄道路線はなく、川越駅、若葉駅、東松山駅、桶川駅、河野瀬駅と東町を経由する路線バスが運行されている。タクシーの営業区域は、県南西部交通圏で、川越市、所沢市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている。オッペ川の白鳥を開いありがとうございます。